ソイルを、あ、これぐらい、1、2、3、4、5、6、7、メイン水槽、どうもサボリです。先日植えた草たちがほとんど抜かれました。ここら辺ですね、マッシュ、ここの隙間に植えたマッシュ、ほとんどない、ほとんど抜かれました、コリドラスたちに。こっちも抜かれたんですけど、そこまで被害はまだありません。で、抜かれた草は浮いてます、ここに。はい、あそこら辺ですね、ここの奥にたくさんありました。これですね、ここにもそう、他にもこれ、向こうにもね、たくさんあります。たくさんはありませんね。あ、これも抜かれてる、これ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 、あ、ここにも、回収します。これだけ回収できました。選別します。
カラスうるさい。これだけ。こんな感じですね。はい。この水草たちを絶滅させるわけにはいかないんですよ。これを使います。これは一度動画で紹介したことあるんですけど、水槽の中にセットする水草ポットみたいなやつ、カチャッ、ここにソイルをパッとっ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 と、見えた？ソイル、よし、これぐらい。そして水、あれ漏れてない？大丈夫？ここに植える。こうですね。斜めに引く。よいしょ。最後はソイルで蓋をする。おっす。水、これはね、漏れてます。漏れるのは塩ではないと思います。おそらく何か穴が開いた。はい。さらにマッシュ、静かにしてよ。これ戻す時に引っかかる。とりあえずこれぐらいかな。ソイル、水、よし。少し余ったんで、もうちょっと仕上げてから、これも、よし、セッティングします。おっと、ここに避けてください。はい。よいしょ。ここら辺か。がっちり。さらに、おっと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 。こうかな。これぐらい。ここだとコリドラスの心配はありません。抜かれないと思います。来た来た来た、コリ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 、お前ら、ここまでは登ってこれない。大丈夫だ、大丈夫です。けど他のお魚なんか集まってるんですけど、餌じゃないよ、餌はありません。以上、
コリドラスに抜かれた水草たちでした。ありがとうございました。コリドラス集まってきてる、集まってきた。1234567 1234567